なんと。また。今度なんだと思う。なんだと思う。ストーリー的には違うけど、でもそれも当たってるかもしれない。ありがとう。あのね、今ね、勉強できなくてっていうのあったけど、それも確かにそうかもしれない。サッカーで入ったから勉強ついていけなかった、全く。で、もうサッカーやるために入ったんだからいいやと思ってたんだけど、本当勉強もできなかった。だけどもっとショックだったのは、大好きなサッカーができなくなっちゃったの。そのできなくなっちゃった理由が、先輩とかにいじめられちゃった。いじめられたって言っても、なんかサッカーが上手だったから、お前サッカー上手だからって生意気だなって近くからボールぶつけられたりとか、あとお前生意気だから練習させねえっつって草むしりとかやらされたりとか。でサッカーをやるためにね、高校入ったのにサッカーできなくなっちゃった。でもちろん勉強も全くついていけないから、もうこんな学校なんてやめたいなとかね、あとはもうこんなね、いじめられるんだったらサッカーなんてやりたくないなと思っちゃった。思ったんだけど、でもそのいじめてた先輩たちは先輩なんで、所詮卒業していきます。で、いじめてた先輩たちがね、卒業しちゃったの。そしたらもう全然大丈夫。で、またサッカー大好きになった。勉強頑張ろうって、勉強も頑張った、サッカーも頑張った。そしたら大学もサッカーで推薦で入ることができた。大学選んだ。で、大学行って4年間みっちりね、体鍛えて、で練習して、で勉強もして、ね、頑張って、大学からプロサッカー選手になれたらいいなと思って一生懸命やろうと決めた。で、そしたら大学でもまた大学のチームが出場停止で出れなかったのね、ルールで。で、それも1年間だったのね。だから先生は大学入学してサッカーで活躍して、プロのスカウトから目に留まってプロに入ろうっていうね、自分の中のストーリーがあったんだけど、試合に出れなかったらスカウトの目に留まらないじゃん。せっかくサッカーやるために大学行ったのに意味ないじゃん。すごいショックだったけど、ショックだったんだけど、ショックだったんだけど気持ちを切り替えた。じゃあ何のために大学行ったんだろう。それは一生懸命練習するため。自信がなかったから、 J リーグに行く自信がないから大学行った。練習するために行ったんだったら、じゃあ練習頑張ればいいじゃん、試合出れなくてもって思ったから、一生懸命練習した。で、いろんなベストイレブン選ばれたりとか、そういうのでスカウトの目に留まった。で、やっとコンサドーレ札幌っていうチームに入団することができました。これやっと夢が叶った、ね、で、夢が叶ったんで、ここで先生の話は終わりですっていうわけじゃなくて、これからちょっと大事、みんなもね、さっき夢があると思うんだけど、夢ってやっぱりなかなか、ね、叶わないと思ってる人多いよね。夢があると頑張れるんだよね。なんで頑張れるかっていうと、辛いことがあってもなりたいっていう気持ちがあると、辛いことでも乗り越えていく。で、乗り越えるとそれが上手になったりとか楽しくなったりする。だからまた頑張れる。で、そうするとまた辛くなるけど、また夢があるから頑張れるっていう風に、ね、なっていくんだと思うんだよね。で、先生は夢を一回叶えた。プロサッカー選手っていう夢だけど、夢を叶えてからが一番大変だったかもしれない。また今度は何だと思う、分かる人いるかもしれない。はい、